ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、またこの季節がやってきたな。そういえば一昨年くらいにハロウィン特集とかやったよね。外国人の登録者を増やそうと目論んだやつな。前編 Google 翻訳で挑んだ稀に見る傑作だったわね。どこがだよ。外国勢から全く反響がなかったぞ。そうよね。業務のアリアナグランデとの食事会への期待を返してほしいくらいだわ。俺のハリウッド進出の話もなかったしな。私はそんな話があるとか一言も言ってないわよ。あんたたちが勝手に盛り上がってただけじゃない。前編英語で海外デビューと言い出したのはお前だぜ。責任を取れ。なんでよ。ちょっと題材が悪すぎたんじゃないの。渋ハロのどんちゃん騒ぎとか。海外の人は渋谷とかよく知ってるし、内容もハロウィンだし、とっつきやすいと思ったんだけど。よく考えれば日本の集大を世界に向けて配信とか頭おかしいよね。俺もそう思ってた。あんたたちもノリノリだったじゃないの。伝わらなければ何の意味もないのだよ。ないのだよ。腹立つわー。今年はキャサリンがいるから意外といけると思うんだけどね。ねえ、キャサリン。ボス、読んだ？誰なの？何寝れてたこと言うてんねん。キャサリンや。はい。二人とも、久しぶりやな。嘘だ。声が全然違うじゃん。まったくだな。てか、なんで関西弁やねん。おかしいやろ。マリサちゃんも少し映ってるで。あんたもね。英語だけだと何かと不便だからさ、今まで日本語を勉強してもらってたわけよ。いろんな人に教わったみたいで、関西弁もどきなんだけどね。毎度おおきに。うちも頑張るから、また仲良してな。何がおおきにやねん。まあ、これまで通り天の声での出演だけど、英語も日本語もいけるなら即戦力だしね。ありがたいわー。いやだから、声が全然違うって。そんなに気にしなくてもいいんじゃないの。普通気になるだろ。おいキャサリン、英語でなんか喋ってみろよ。Hi, Marissa. Long time no see. 日本語でそれを言ってみろ。いやあ、マリサ。久しぶりやん。まったくの他人やんけー。小さいわねー。声がちょっと違うくらいでガタガタと。いや、ちょっとじゃねえだろ。マリサ、ボスの言う通りや。小さいわー。新入りの分際でこの野郎。メンバーチェンジをする時期に来てるのかもね。マリサちゃん、長い間お疲れ様でした。はい。業務は一緒に頑張った日々を忘れないからね。だけど目標があるから大丈夫だよ。BQは業務たちに任せて、あっちで一緒に頑張ろうね。てめえ、何メンバーチェンジで自分が残るファンキーな選択してんだよ。交代するのはお前の方だろ。業務が交代とかありえないわよ。まあまあ、二人とも、うちも憧れやから、交代とかありえんよ。これまで通り、好きに喋ったらええねん。憧れ。キャサリンは業務たちに憧れてんの。憧れの対戦や。なんていいやつなんだ。なんか困ったことがあったらいつでも先輩の業務に行ってね。お金以外ならパイセンマリサに任せとけよ。もう大船に乗った気でいていいからな。さすがパイセンや。あんたら本当にちょろいわね。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサです。こんにちは、ヨウムです。何この子、超可愛いんですけどー。この子はオカメインコ、愛らしいよね。いや、もう天使じゃん。天使ではないと思うけど、うるせえ、天使なんだよ。天使の前で言葉が乱暴ですよ。すまん、異論が受け付けれなくて心が狭くなってた。わかる、これを見て天使じゃないとか言われたらそうなるよね。いや、だからオカメインコだって、天使です。そうですか。で、今回は何やるの？お前、最近テーマを何も教えないもんな。あら、必要ないでしょ。最強のコメンテーターなんだから。ほらー、おばっちこいよー。どんなテーマでも問題ないわ。今回のテーマは、モフモフの名前、なんだと。苦節10年、やっとモフモフの特集。長かったなぁ。このチャンネル始めてから10年も経ってないじゃん。マリサちゃん、さっきから涙が溢れて前がよく見えないんだけど。わかるぜ、ダダ漏れだよな。ダダ漏れてどうすんのよ。ペット保険のアニコム損害保険会社というところが発表した2020年の犬猫の人気名前ランキング。今回はこれを見ながらあれこれと雑談していこうかと。いいじゃねえか。みんなでモフモフを語らうなんてなんて平和なチャンネルだよ。これで最近流行りの視聴者煽りサムネを作れば再生回数爆上がり間違いなしだぜ。そんなサムネは作らないわよ。なぜだ。こういうサムネとか見たら気になって気になって思わずクリックするだろ。うちではやりません。ちょっと露骨すぎない？そうか。俺的にはもっとアピールしないとダメだと思うのだが。業務的にはチャンネル名をモフちゃんとかにしてほしいんだけどね。その軽音みたいなノリはやめてもらえる？いいと思うんだけどな。じゃあ早速行ってみようか。これは保険に新規契約した0歳の猫、約3万7千頭を対象とした猫の名前ランキング。今年、総合で1位を取ったのが、麦ちゃん。ランキングの括弧の部分に去年の順位が書いてあるわけだけど、これを見る限り去年は6位。目標の表紙でも麦ちゃんっていたな。名前も可愛らしいし、人気があるのもわかる気がするわ。で、レオとソラが去年も上位でベスト3にランクイン。このあたりは意外と鉄板みたいね。この中だとリンちゃんときなこちゃんはいたね。マルちゃんもいたぞ。人気の名前って知らなかったよ。これは総合だから、男の子、女の子でまた順位は変わってくるよ。そうなのか。猫の男の子部門ではもう圧倒的にレオが人気。今年でなんと8年連続で1位なんだけど、2位のソラとトップ争いを繰り広げてきたわけよ。3位のマルは最近人気になってきたみたいで、その前はコテツ、コタロウの名前が3位の座を争っていたわね。コタロウとかコテツはなんとなくわかるな。レオがそこまで人気だとは知らなかったぞ。イメージ的には犬の方だと思ってた。どっちかっていうとソラもワンちゃんで人気でそうな感じだけどね。それは後から見てみるから。じゃあ、続いて猫の女の子部門。
さっきと全く違うな。ここに麦がランクインしてるから総合でトップだったんだね。そうね。でもここでランキング1位の桃はこの調査が始まって以来女の子部門では常にトップ、まさに絶対王女なのね。どれくらいの期間なの？2008年以前の分はもうわからないので、わかる範囲だと約13年くらいは不動の1位ね。すげえ。もう、殿堂入りじゃん。すごいよねー。未だにこれだけ支持されているわけだから。ただ、あくまでも保険に加入している犬猫の名前で集計だからね。零細の集計ならそこまで偏りもないんじゃない？まあ、かなり反映してると思うよ。これが10年前、そこまでは大きな変化はない気もするが、麦、きなこという名前がこの時はまだランクインしてないわね。10年後はランク外の名前が総合1位を取るのか、時代の流れを感じるぜ。いや、あんた今日初めてこのランキングを見たんだよね。何を語ってんだか。いいじゃん別に。で、これの漢字部門もあるんだよ。チャチャ丸とチャチャはやはり毛色が茶色という理由からだろうな。チャチャ丸は可愛いな。この中だと琥珀がどっちにもつけやすくて、品漂う感じがたまらんな。なんで玉がないのかな。はい。何言ってんだお前。猫の名前だと玉は鉄板だと思ってたんだけど、さっきから全く出ないじゃない。もしかしたら漢字部門かなって思ってたんだけど、ここにもないじゃない。つける人はいると思うけど、人気かどうかはまた別の話じゃない。何言ってんの。猫の名前は昔から玉がデフォルトでしょうが。いや、デフォルトじゃねえだろ。もうかける言葉が見つからないわ。じゃあ、次は犬の名前ランキングね。こっちは2019年のランキングになるよ。え、2020年じゃないの。毎年11月1日、犬の日に発表されるので、今の時点で今年のはわからないわ。なかなか粋なことをやってるじゃねえか。ちなみに猫の日は2月22日、この日に発表されるの。だから猫ちゃんの分だけあるんだ。そういうこと。犬のランキングは総合でここが圧倒的強さを見せてるわ。総合で5連覇を達成、今年の11月1日に6連覇するかどうかが見ものね。目標の推しでもココちゃんはいたね。なるほど、強い顔をしてらっしゃる。そういうことじゃないと思うんだけど。やっぱりワンちゃんのランキングにもレオちゃんはいたね。イメージ的にはもっと上のような気もするが。じゃあ、男の子部門を見てみようか。お、やっぱりそうだった。こっちもレオとソラなんだ。人気の名前っていうのは、猫とか犬とかあまり関係ないのかもしれないね。名前のかっこよさとか可愛さとか大事だもんね。今でこそポチとかタマという王道の名前が求められてると思うんだけどな。とりあえずその固定概念を捨てろ。霊夢ちゃんの中でそれ以外の選択肢ってなさそうだもんね。可愛いと思うんだけど。そして女の子部門、ここでもモモが強い存在感を放ってるわ。さすがに圧倒的ってわけではないけど、現在2冠を達成。さあ、今回はどうなるのか、そのあたりも見どころね。女の子もそこまで変わった名前とかはないみたいだな。人気の名前だからね。変わった名前が人気なら別だけど。漢字部門は若干変わってくるね。こうして見ると男の子、女の子らしい名前が揃ってんな。今年は鬼滅の刃効果で、炭治郎、とかあるかもしれないね。ああ、それあるかもな。あと、禰豆子、とかも出てくるんじゃねえのか。それはないんじゃないの。漢字が難しすぎて、そうなのか。で、当然のことながらそれぞれがレオみたいなカタカナ表記なわけではないわ。病院に行った時や、保険の登録名なんかに書く名前、ここに飼い主さんのこだわりがちょっと出てる。もう人名じゃねえか。まあ、家族として迎え入れるんだからそれでいいんだが。他特別がついていいんじゃないの。動物病院で周りがレオちゃんだらけだとカルテとか大変だよ。そこはあんたが心配するところじゃないでしょう。そうかな。まあ、容姿がそのまま名前になったパターンっていうのも多いわね。例えば鼻の下あたりにちょっとした模様があれば、それがちょびひげに見えるから、ちょび。色が真っ白なら、白。真っ黒なら、黒。チャチャとかチャタロウなんていうのもそんな感じだと思うんだけどね。俺がつけるならなんてつけるかな。じゃあ、この子に名前をつけるなら。ウォッカ、アパパネ、奇跡、ホクトベガ、ジュランダル、アーモンドアイ。馬の名前じゃねえか。名馬のように活躍してほしいって願いを込めてなんだけど。活躍って？猫パンチっていう名前の馬もいたわよ。その名前はいいな。でしょ？よくないです。俺ならグレープとかバニラとか、意外、ちゃんとした可愛らしい名前だ。オレンジ、キウイ、生ハムメロン、トリュフ、キャビア。全部食べ物じゃん。生ハムメロンって何なのよ。メロンって言おうと思ったんだが、メロンを食べるときはやはり生ハムを乗せていただくのがセレブのたしなみ。ちなみに高級生ハムメロンな。食べたことあんの？ない。うちの安月給ではとても高級生ハムメロンなど食べれないのだよ。あんたが無駄遣いしなきゃ食べれるんじゃないの？なぜだ、お金は使うためにあるんだぞ。たまるわけねえじゃん。そこを頑張って節約して食べる高級生ハムメロンは格別に美味しいと思うよ。我慢するとか体に悪いじゃん。俺はお前みたいにケチじゃないからそれは無理な相談だぞ。霊夢クリムゼン、ジャックオーランタン。おい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 、なんだその変なものは。私のスタンドのハロウィンバージョンね。お前だけそんな特別仕様とか卑怯だぞ。もう我慢の限界。おとなしく食べられなさい。いやー、霊夢は何も言ってないのに。霊夢、とりあえずお落ち着け。謝罪の言葉には聞こえないわね。ごめんなさい。てか、霊夢は関係ないじゃん。全体責任だ。ふざけんじゃないわよ。まあいいわ、あまりわけのわからないことを言わないようにね。あの頭のタコは何だったんだ。以下のような気もしたけど。ちなみに人名の人気ランキングはこんな感じ。なんかかっこいい名前があるね。男の子、女の子の1位のやつはなんて読むんだ。なんて読むかな。ハルト、で、女の子が小桜。これね、読み方がたくさんあるのよ。あっと、ハルト、ハルヒ、ヒカル、ヒナタ、
ひなと、ひびと、ひろと、やまと、じゅうが。当て字か。もうこうなってくるとインスピレーションの世界だもんね。幼少だと思ってた。まあ、そうも読めるけどね。そう考えると学校の先生って大変だな。じゃあ、女の子1位のこれはどう？心とかかな。ひねりを聞かせてメモリーとかかもしれんぜ。それは名前じゃないでしょ。心、小春、ココア、ココナ。と、まあなかなか難しい読み方になってるわね。途中のココアは厳しくないか。桜の読み方が自由すぎる。これを見たらようという漢字が男の子には人気で、女の子は桜。あ、ほんとだ。女の子は花に関連した漢字が人気なんだね。こういうのも時代背景とか色々と反映してるんだろうな。ちょっと前にキラキラネームって流行ったけど、あれってほぼ読めなかったじゃない。でも、子供って自分の名前を間違えて言われたりすると悲しいんだよね。初見で名簿に書いてあるだけだったら正しく呼ぶのって難しくない？そこで私から提案があるわけよ。昭和元年のランキングを見たらもう間違いようがない名前がずらり。今こそ時代回帰の時のような気がするわ。ザ、昭和初期じゃねえかよ。すがすがしいほどのシンプルな名前が揃ってるわねー。女の子10位のつや子とかいろんな意味でプレッシャーじゃない？赤ちゃんの時から背負う看板としては大きいよな。当時人気があったってことは、そういう人気女優さんとかがいたんじゃないかな。なるほど。まあ、ここまで見てきたけれどもどうだった？ワンちゃん猫ちゃんの人気の名前って、あまり時代に左右されないんだなって思ったよ。そうね。呼びやすくてかっこいい、かわいい名前って大体この辺りに落ち着くんだろうね。チョコとかポテチとかアイス、ガム、ポップコーンとかもいいと思うんだけどな。あんたは食べ物から離れなさい。ポップコーンって何なの？じゃあ、日本的に。羊羹とかわらび餅、ぜんざいとかよくないか。それを聞いて犬猫の名前だとわかる人っていないんじゃないの？最悪ね。